Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 8, thứ hai. Vì hôm qua mình tiêm vaccine nên mình bị sốt khoảng 38 độ. Vaccine là AstraZeneca. Lúc nãy mình uống thuốc hạ sốt thì dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà tôi khi nó ワクチンを、私はワクチンを打ちました。それで熱があります。約38度ぐらい。ワクチンはアストラゼネカです。で、よくない？さっき薬、解熱剤とハ、下げる、熱を下げる薬で、とくハソを飲みました。ウォンとくハソ、ティー、それでティー、ティー、ゼチュウホンモチュ、ゼチュウは、よくなる、快適になる、快適だ、ホンで少しね、より快適になった、もうちょっと快適になった。実際、本当に、昨日ね、ワクチン打って、昨日の夜ぐらいかな、夕方、打って夜ぐらいから、あんまり調子良くないなって感じでね、熱はそんなないと思ったけど、だるいなって感じで、で、今朝起きたら、午前中までことで午後ぐらい、お昼ぐらいからね、熱っぽいで、37度後半いってて、汗かいたりね、だるいとね、なかなかね、ゴロゴロ、どうせね、ロックダウンで出れない、リモートワークだけど、リモートワークにもならないね、今日の半分はね。で、ご飯食べて、バファリン飲んだら、ちょっとスッとしてね、なった。だから、そのちょっとスッとなった。ルックない？ルックない？このコロプセチョ、ルックないは今だけど、ルックないっていうのは、さっきっていうことね、ちょっと前の。ルックない？ミンウォンウォクハソティゼチュウホンモチュということね。だからこそ今こうやってね、できるんだけど、昨日の夜はね、もうやってる場合じゃないって言って、すぐ寝ちゃったけどね、今日はちょっとこのコロナのね、ワクチンの副作用を使ってネタにしてね、ちょっと作文してみて。こういう方がね、現実的に張り合いが、張り合いがあるそうだし、こういう、バオカオ、なんつうの、こういう時に出てこないね、中国だと、ゲイガチャ、皆さんにバオカオ、バオカオ、出てこないね、この時にね、もう一声、あげるっていうのは、ちょ、あ、報告、ちょ、もう一声。っていうのは、皆さんにお伝えするの、報告です。っていう感じで。もう今日はこれぐらいにして、また早く休みます。